ラウドさん、この辺りにクラフトチップが埋まっているはずです。チョコボの嗅覚を使って周囲を探してみてください。怪しい場所を見つけたらあとはくちばしで掘り起こすだけです。ではレッツお宝探しです。クラフトチップがありそうだね。